こんにちは。ホタルアミキッズをご覧くださりありがとうございます。今回も楽しく編んでいきたいと思います。今回も春夏に使えそうなストールを編んでいこうと思います。今回使う糸はセリアで購入しましたメタリックグラデーションです。カラーナンバーは5番です。綿が 85%、 ナイロンが 10%、 ポリエステルが 5% です。一玉で約 20g、 長さは 83m ぐらいです。使用かぎ針の目安は3号から4号です。4号のかぎ針を使って編んでいきます。最後にお洗濯表示です。早速編んでいきます。針に糸をかけて作り目をします。今回は10の倍数プラス3目で長さを調整していきます。鎖を33目編んできました。長さは約15センチ弱です。ここから1段目を編んでいきます。鎖3つで立ち上がります。まずは長編みを編んでいくので、針にかかっている下の目から1、2、3、4、5、5つ目の目に長編みを編んでいきます。針に糸をかけて5つ目の目に長編みを編みます。もう一つ隣の目に長編みです。鎖3つで立ち上がって長編みを2つ編んできました。次は鎖を3つ編みます。1、2、3、鎖を3つ編んだら編んでいない目から数えて1、2、2つ飛ばします。3つ目の目に次は細編みです。鎖を3つ編んで前段を2目飛ばして細編みを編みます。続けて細編みを2つ編んで全部で細編みを3つ分編みます。細編みを3つ編んだら鎖を3つ編みます。
鎖を3つ編んだら、編んでいない目から数えて1、2、2つ飛ばして3つ目の目に。次は長編みです。長編みも3目分編みます。長編みを3つ編んだので、次は鎖を3つ編みます。同じように2目飛ばして3つ目の目に。次は細編みを3回編みます。同じように次は鎖を3つ編みます。鎖を3つ編んだら2目飛ばして3つ目の目に。次は長編みを3つです。立ち上がりの目を含めて1、2、3と長編みを3つ分編んできました。次は鎖を3つ編んで2目飛ばして細編みを3つ。鎖を3つ編んだら2目飛ばして長編みを3つ。鎖を編むときは前段2目を飛ばします。長編みの次は細編み、細編みの次は長編み。これを繰り返して端の目まで編んでいきます。1段目を編んできました。奇数段は長編みで始まります。偶数段は細編みから始めて編んでいきます。2段目、偶数段を編んでいきます。鎖1で立ち上がり編み地を返します。根元に細編みを編みます。細編みを全部で3目編んでいきます。同じように鎖を3つ編んだら、前段の細編みを編んだ部分に長編みを編んでいきます。
長編みを3つ編みます。長編みを3目編んだら鎖を3つです。次は前段長編みを編んだ部分に細編みです。同じように端まで繰り返して編んでいきます。2段目を端まで編んできました。最後の目は細編みです。前段の立ち上がり鎖3目の一番上の目に細編みを編んでこの段を終わります。奇数段と偶数段を繰り返して編んでいきます。次は鎖3つで立ち上がり編み地を返します。奇数段で編んでいくので最初は長編みです。隣の目に長編みを編みます。次は鎖を3つです。前段長編みの目に細編みを編んでいきます。この編み方を繰り返して編んでいきます。まずは一玉編んでいこうと思います。一玉使って編んできました。編み目はこんな感じです。ラメが途中途中で入っているのでこうジグザグで編んでいってる感じになりました。幅が約 13.5 センチで編み続けて一玉で約40センチ弱、39センチぐらいなので3玉あると120センチぐらい編めると思います。続けて2玉目を使って編んでいくんですが、最初が糸端がラメになってるんですけどちょっとラメだと編みにくそうなので私はこのラメの分をちょっと切っちゃってコットンコットンでつなげて編んでいこうと思います。最後、長編みの部分を編んでいきます。長編みの最後の引き抜き編みをするときに2本目の糸に変えて引き抜いて長編みを完成させます。2本の糸端は次の段で巻き込んで編んでいこうと思います。
鎖一つで立ち上がって編み地を返して細編みを3つで編んでいきます。根元に細編みを編むときに糸端をくるみながら編んでいこうと思います。残った糸端は最後に糸始末していこうと思います。続けて3玉分全部編んでいこうと思います。3玉分編んできました。最後はコットン糸だけで編む方がいいと思います。こんな感じでラメが段の途中まで来るとペロンってなっちゃうのでコットン糸で締めた方がいいと思います。ここだけちょっとラメが入ってます。最後は糸始末をしていきます。とじ針を使って糸始末をしていきます。長編みの中に隠していくのがいいと思います。ここ鎖編みの部分なので一目ずつすくって隣まで移動していきます。細編みの部分で糸を隠してもいいですし、もう一つ横に渡って長編みの部分で隠してもいいと思います。長編みの部分で糸始末をしました。余分な糸はカットします。サイズを測っていきます。幅は約13センチぐらいです。長さを半分に折って測っていきます。約115センチぐらいです。ちょっと120センチはなかったんですが、首に一巻きしてこれぐらいの長さがあるので一巻きだったら十分あると思います。このラメの部分がコットン糸に比べてやっぱり細いのでちょっと編みにくいかもしれないんですけど、編み地はこんな感じになります。やっぱラメが入っていると夏っぽいのでいいかなと思います。編み地も透かし模様みたいな感じなので
ちょうどいいかと思います。今回はこの色で編んだんですが、他にもブルー系とか色があったので同じ種類の糸で編んでみても楽しいと思います。よかったら編んでみてください。最後までご覧くださりありがとうございます。